トマス・ハイユーバーハイ2012は団体戦によるバドミントンの世界選手権第27回世界男子バドミントン選手権及び第24回世界女子バドミントン選手権である。本大会は2012年5月20日から5月27日にかけて中華人民共和国国北勝武監視で開催された。各グループ上位にチームが決勝トーナメントに進出する。 グループ A グループ B グループ C グループ D 各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。グループ A グループ B グループ C グループ D ハットバドミントンアジア2012トーマスウーバーカッププレリミナリーズ TOURNAMENTSOFTWARE.com2012 年5月22日閲覧 AB 第27回 トマス杯アジア予選会及び、第24回ユーバー杯アジア予選会。日本バドミントン協会。2012年5月21日閲覧。ヨーロピアンメンズウィメンズチームチャンピオンシップス2012。t-o-u-r-n-a-m-e-n-t-so-ft-w-a-r-e.com。2012年5月22日閲覧。 2012トーマスワンド、ウーバーカッププレリミナリーズオセアニア。tou r n a m e n t s o f t w a r e c o m 2 0 1 2年5月22日閲覧2012タックパンナムプレリミナリー。tou r n a m e n t s o f t w a r e c o m 2 0 1 2年5月22日閲覧 パドミントンアフリカ2012トーマスウーバーカッププレリミナリーズ TOURNAMENTSOFTWARE.com2012 年5月22日閲覧ありがとうございます